こんにちはアマチュア3段のゆうきゃんです僕は初段になるまでに長く伸び悩んで時間がかかりましたこの経験を生かして給医者の皆さんの役に立つ情報をお伝えしたいと思います 今日の内容は積読がたまることへの対策です。まあの積読っていうことでですね、買ったものの読まない本ということですね。こういう風うな本がたまっていく人向けに今日の動画はお話ししていきます。早速その対策なんですけれども、シンプルにですね、自分の中での優先順位をつけるということをしてみましょう。 え何でかっていうとですね摘、まあ、あんどくがたまるっていうのは、まあ、あの自分の中での生理頭の整理整頓ができていないからだと思います。 まああの将棋やってるとねやっぱりこう序盤中盤終盤とかねえ受けとか攻めとか戦法とかもいっぱいあってですねあの要素がたくさんありますよね。であの書店とか行ったりするとああこれもいいなあれもいいなってすごいあの目移りしちゃうんですけれどもまああの冷静に考えるとですね今の自分に必要なのは何だろうって考えるとやっぱりそれがあの1つとか2つとかっていうふうにあの絞れてくると思います。 ということでですね積、えー、んどくが溜まっている人っていうのはですね一回ちょっと冷静になってですね、えー、自分の今の課題は何だろうとかね、えー、この本って本当に必要なのかなっていうふうなことを、えー、考えてみてください、えー、僕もですねあの実は積んどくってやっぱりあったんですけれども、えー、それを最近しなくなってですね、えー、と書店に行った時にですねあこれいいなって思うんだけどまああのー それが必要あっ、うん、やっぱり必要だ買おうってなったりとか、うん、今じゃないなっていうふうにあのか、えー、と次来た時に、まあ、必要だったら買おうとかねっていうふうにあの買わなかったりとかっていうのが割とあの早く決断がちゃんとできたりします。 あえー、ということでですね、えー、っとこんな風うに、まえー、優先順位をつけていただきたいのが一つと,、えー、っともう一つですねあのもうすでに積ん読が結構あるという人にあのおすすめしたいんですけれどもこれ思い切って手放してしまいましょうあの友達にあげるとかねあのメルカリに出すとかね、えー、そういう風にあに断捨離するのがいいんじゃないかなと思います。というのもですねあの僕もすごく経験あるんですけれどもこういった積ん読読んでない本が本棚にな 並んでてでてすね、えー、これとこの本と目が合うとですねすごいなんか申し訳ない気持ちになったりとかですねあどうしようかなってすごいなんかあのネガティブになっちゃったりあのそういうことがあると思うのでもうあの今じゃないなという本はもうあのさよならをしてしまうっていうことでですねそうするとあのそれについて思い悩んだりとかあのちょっとでもあの引っかかったりとかね えー、そういうことがなくなると思いますので、えー、今の時点で積んどくがあるっていう方はですねもう思い切って手放してみるといいと思います。はい、えー、ということでですね、えー、今日の内容をまとめると積、えー、んどくがあるっていう方ですね、えー、に関してはまずあの自分の頭を整理するっていうことでしっかり優先順位を考えてみましょう。えー、それからですね、えー、実際にえー、っとまあ つんどくがあってその読まないなと思うものに関してはあの思い切って手放してみるとですねあの気持ちがだいぶすっきりするんじゃないかなと思います。えー、ではですねあの、えー、と動画が終わったらですね実際この自分の本棚っていうのを見ていただければと思います。 え今日の内容は以上ですねゆきゃんの将棋教室ではこんな風に求意者の皆さんの悩みとか疑問とかに解決する内容をお送りしていますこの動画がいいなと思った方はですね将棋教室の生徒さんになってくれると嬉しいですなり方は簡単でチャンネル登録するだけですねそれから「LIKE」ボタンも押してくれると嬉しいです あとですね、僕は日々、Twitter でもつぶやいて、将棋に関する話題をつぶやいています。こちらも見ていただければありがたいです。今日の内容は以上です。ありがとうございました。